何をしてもお腹のポッコリだけはへっこまないってあなた、今日の動画を最後まで一緒にやってもらうとポッコリ人から終わる頃にはスッキリ人に変身できますので、一緒にねやってみましょう。さあ、ゆなぞん、はい、ちょっと気を抜いて横向きで立ってみて。気を抜いて、はい、気を抜いて立つと、そう、すごいポッコリ人でしょ。あなたもいつもこういう風に立っちゃってませんか？ゆなぞんはね、もう練習してるから、このポッコリ人から一瞬でスッキリ人に変われます。3、2、1、はい、おー、そう、一瞬じゃなかったね。今の3ステップ、もう一回ちょっとやってください。はい、股関節曲げる、パンツを上に向ける、そのままツーって立つと、はい、さっきのポッコリからしっかりすっきりしちゃったでしょ。で、大変？大変じゃない。そう、こうなるためにはどうやってやったらいいか、まずはあなたのポッコリ度がどれぐらいかちょっとチェックをしてみます。はい、じゃあね、壁にかかと、お尻、肩、頭、全部をくっつけて立ってみてください。その時にゆなの今手入れてみて、どんな感じ？途中で止まる。うん、はい、手が1枚入るか入らないか、途中で止まるぐらいだったら OK。 これが通常の腰のカーブの状態なんだけど、ぽっこり人の人は多分こんな感じ、拳1個もちょっと入っちゃう、スカスカになっちゃうかな、手のひらが2枚分ぐらい入っちゃうかなっていうぐらいに空いちゃってる人がいます。これね、反り腰なんですよ。この反り腰の状態だとお腹がポッコリなりやすいんですね。さあ、どうだったかな。まずはこのチェック覚えておいてください。さあ、チェック2つ目、仰向けに寝て片方の膝を胸の方に抱えてみてください。はい、この時に足のこのね、付け根が硬い人はこの膝がこれ抱えるとふーって一緒に膝が曲がってきちゃうんですけど、これが曲がってきちゃう人はこれポッコリ人、これがちゃんと伸ばしたままで膝を抱えられる人は丸です。さあ、どうかな。両方とも一応やってみましょう。片方はね、やりやすくてやりづらい人もいるので、両方ともできるだけ膝が伸び、ちょっとこっちの方が硬いかもね。そうかも、うん、膝が伸びているままでこういう風に膝を抱えられれば OK です。さあ、どうだったかな。これも覚えておいてくださいね。さあ、3つ目のテスト、はい、3つ目は座ってる状態で腰のお肉をつまんでみます。ちょっとゆなぞやってみて。はい、はい、腰のお肉をこう集めてスッとね、こういう風につまめれば OK。 全然つまめない人結構います。でも大丈夫。今からやる3つのストレッチを一緒にやってもらったら、ほっこり陣は解消してスッキリ陣になれますからね。やってみましょう、はい、まずは腰がつまめなかった人もね、だんだんつまめるようになるので、ちょっと一緒にやってみましょう。ゆなぞんもう一回後ろ向いて、腰が全然つまめなかった人はまず手を置いてこうさすります。まずはさする、温めることでつまみやすくなるので、まずは腰腰腰腰ちょっとさすってあげます。手当てですね。うん、ちょっとさすったら今度はピタッて止めて皮を上下に動かしていきます。こう皮をずらす感じです。さっきのまではさすってこう、今度はピタッと押さえて皮をこうやってずらしていきます。皮がね、ベタってくっついてるからつまめなくなっちゃって、そこがベタってくっついてるからどんどん反り腰になっちゃうんですね。なのでここの皮がちゃんと緩んでくると反り腰が治ってきますから、ここをまず緩めて緩めて皮を動かしていきます。いろんなところね。で、皮が動いてきたら、この皮が動いたのをふーって周りから集めて浮かせて、それをこうやって持ち上げます。ギュッと詰めらなくていいので、皮を浮かせて浮かんできたらこうやってちょっとずつ持って、これで動かしていきます。こうやってみよう。そう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 。で、こうやって縦に移動しながら、ここつまんだらその上、少し上、届くところまで全部行っちゃっていいです。それでまた下まで帰ってくる。つまんだら少し上下に動く範囲で動かしていきます。でね、つまめるお肉は人によって量が違うので、たくさんつまめる人はつまんでもいいし、薄くしかつまめない人は薄くでも OK。できる範囲でつまんで、
お肉ごとつまむんで大丈夫。よくこうやって動かしていくとだんだん柔らかくなっていきます。そうそう、こうやって脇の方もねよく動かしていきます。で、だんだんつまめてきたら、つまんだ状態のまま腰を丸くしていきます。丸くすると多分このがパチって外れちゃうんだけど、外れちゃっても OK なので、はい、つまんで、つまんだらこのつまんでる場所をこっちに押していくようにして背中を丸くして、そう、これを繰り返していくことでどんどん背中が丸くできるようになっていきます。つまんで丸くなる、つまんで丸くなる。この時にこのパンツの三角形を上に向ける。このまんま丸くなってるつもりで前にだけ倒れちゃう人がいるんだけど、これだとここが丸くなってないので、つまんでるところをしっかりこっちに、おへそをぐーって向こうに押し出してしっかり丸くなってください。はい、つまんで丸くなる、はい、つまんで丸くなる。この動作を繰り返してるとどんどんパンツ上ができるようになっています。さっきね、ユナゾンが最初にやったあの姿勢、かっこいい立ち方の姿勢ができるようになるには、このパンツを上に向けるこの動きをマスターする必要があるので、つまんで丸くなるを繰り返して骨盤がこういうふうにしっかり動くようにしていきます。繰り返してると、はい、骨盤のパンツ上戻る、この、ね、骨盤の動きがどんどんやりやすくなって、これができるようになるとお腹が引っ込んできます。腰のつまみを頑張ってやってください。 OK、 はい、じゃあ次2つ目、足の付け根の部分、ここを伸ばします。ここがね、こうやって曲がっちゃってるから反り腰になっちゃうので、ここをしっかり伸ばしていきます。はい、前後に足を開いて立ちます。はい、この時に後ろの足のかかとは上がっちゃっていいので、この状態のままパンツをグッ上に向けます。反ってる状態からクッグッパンツをキュッと上に向けると、ここの付け根が伸びてる、そう、ここがしっかり伸びるようにパンツを上に向ける、はい、そう、そうすると後ろの足のこの付け根が伸びるので、そのまま息をうー吐いて、そうそうそう、こうそう、はい、吐いて、ふー、そこのぐらいしっかり息を吐いてここを伸ばします。できるかな。はい、反対側も伸ばしましょう。はい、このままパンツをしっかり上に向けて、ここの付け根が伸びてる感覚を感じながら、はい、息を吐いて、ふー、そう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 、ふー、しっかり吐いて、ふー、そう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 、パンツを上に、はい、ふー、そう、頑張ってパンツを上に向けてここを伸ばしますよ。はい、 OK。 はい、次に今付け根を伸ばしたら、今度はこの下、ももの前も伸ばします。これは足首をこうやって持って、はい、で、ここの付け根からももの前を伸ばしたいので、ここをしっかり伸ばしていきます。この時にあーって反り腰になっちゃうのに、これもパンツを上に向けたままで足を後ろに引いていきます。で、最後にかかとをちょっとこっちに持ってくると、伸びてる、はい、そう、ここの前がしっかり伸びます。はい、そう、反り腰にならないようにパンツを上、背中も丸くするぐらいね、もうパンツ見ながらと足が前に出てきちゃうんだけど、出てきちゃってもいいので、まず背中を丸くして、ここからパンツ上のままで膝を後ろに引いていきます。そうそうそう、かかとは最初ついてなくてもいいので、余裕があったら最後にかかとをくって持ってくると伸びます。ここがお腹から足ができるだけまっすぐになるように頑張ってください。 OK、 反対側いきましょう。はい、背中丸くして、はい、足首を持ってお腹引っ込めて、パンツ上のままでゆっくり後ろに膝を引いていきます。そう、グーって反らないようにパンツ見て丸くなる、そのままいけるところまで引いて、余裕があったら最後にかかとをお尻に、そう、あんまり外に開きすぎない方がいいかな。そう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 、でゆっくり息を吐きます。
この辺全体が伸びてる感じがすれば OK。 そう感じて反らないで丸くなる。ラストポイント、そう、ここができるだけまっすぐになるようにします。はい、 OK。 さあ、でもう一度かかと、お尻、背中、頭つけて壁に立ってみて、どうですか、さっきと比べて。さっきのゾーンはどう？あのね、立ちやすくなった。そうそうそう、頑張らなくても、うん、今すって多分立てるようになったと思う、うん、さっきいっぱいこうね、拳まで入っちゃった人もちょっとお腹を軽く引っ込めるだけで手が1枚入るかなぐらいに多分改善してると思います。はい、ってことはポッコリ陣からスッキリ陣、そう、だいぶ近づいてます。ここで最後の仕上げに、さっきユナゾンがやってた3ステップの立ち方を練習しましょう。はい、まず股関節、ここを曲げながらちょっと膝も曲げます。はい、この状態からこのパンツの三角形を上にキュッと向けて、そう、上に向けてるままでスーッと体を伸ばしていきます。どう？できたでしょ。これ普段はね、これなかなか辛いんだけど、今のストレッチをやった後だとスッて立てるようになります。はい、いつも座ってずっと仕事をしてたり、姿勢を良くしようと思って逆にグーッてお腹を突き出しちゃってたりっていうのに、姿勢のエラーがある人がこのね3つのストレッチをやってもらうと全部が治るので、頑張らなくても立った時にスッてお腹が引っ込むようになります。あのね、ついついみんな頑張っていい姿勢にしようとしちゃうんだけど、頑張っていい姿勢にしようとしてたらいつも頑張んなきゃいけないでしょ。そう、嫌なの。普通に立った時に勝手にいい姿勢になるのが理想なんですよ。はい、そのための3ステップがさっきのストレッチなので、これをね毎日ちょっとずつやってもらうと、頑張らなくてもお腹が引っ込んでる状態で立てるようになります。これだったらもう一回わざとポッコリ陣できる。そう、こうわざとポッコリ陣にしたらなる人もスッて立っただけで、はい、1秒で、今1秒でなれるね。はい、ポッコリ陣、はい、スッキリ陣、はい、ポッコリ陣、はい、スッキリ陣、テレレッテッテテレレッテって一瞬でなれますから、皆さんもねこのストレッチをしっかりやって、スッとまっすぐかっこいいお腹スッキリ陣になれるように練習をしてください。わからないこととかもね、ぜひコメント欄で質問してください。またそしたら新しい動画で説明しますからね。コメントお待ちしています。うーぐっぐー、スッキリ陣になろう。ミコ公式 LINE がまたまたリニューアルしました。はい、今回のリニューアルでは、 YouTube は動画がたくさんあって何からやればいいのっていう方に、あなたに合った動画診断や今月のおすすめ動画も作りました。迷った時はこちらからやってみてください。そして長い動画は苦手というあなたには、ミコハッピーストレッチがおすすめ。1日1回このボタンをポチッと押してもらうと、1分から2分のね短い動画が送られてきます。この後がすごい。これね、やった後にこのスタンプカードにねポチッとハンコを押せるようになっています。3本貯めると豪華商品ももらえます。実は豪華商品もねまたリニューアルしたので、前にやっていた方もぜひもう一度やってみてください。公式 LINE はこちらのボタンまたは概要欄からポチッと進めるので、無料ですからぜひやってみてください。